聖書を拝読します。第1ヨハネ3の18から22です。子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは自分が真理に属するものであることを知り、そして神様の御前に心安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ、大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。22節までです。シャローム聖歌台の賛美と西オーケーソラの演奏があります。その後、道会女先生の営業説教、第一ヨハネ公開33回目のメッセージを聞きます。愛する生徒の皆さん、全世界と全国の司教会の生徒の皆さん、司聖殿の生徒の皆さん、全世界でインターネットを通して礼拝を捧げているすべての生徒の皆さん、自主への視聴者の皆さん、前回は第1ヨハネ3の17で兄弟が困っていることを助ける愛について伝えました。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、哀れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうとあり、真理にあって兄弟に施しをする人でこそ神の愛を持っている人だと言いました。続く18節も同じ流れで、心にある愛を行いとして見せることを命じられています。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかとあります。御使いの威厳で話しても、その心に愛がないなら何の値打ちもありません。困っている兄弟を助ける行いがなければ、いくら身障りのない話をたくさん口にしても事実的な役に立ちません。真実な心が込められていない言葉、挨拶としてだけの慰めと祝福の言葉はさらに何の役にも立ちません。お母さんが泣いている血のみ子をあやすときどうするでしょうか。いい子ね、泣かないで、ちょっとだけ我慢すれば誰かがお乳をくれるよ。神様があんたを愛しておられるから、きっとひもじくないようにしてくださるからね。このように言葉だけあやすお母さんはいないでしょう。いだっこしてお乳を飲ませて、お腹いっぱいにしてあげます。兄弟を愛することも同じです。真実の愛を持っている人々は言葉だけでなく必ず行いが伴います。皆さんが皆初代教会のように言葉だけではなく行いが伴うとしてみましょう。するとうちの教会がどれほど豊かになるでしょうか。救われる数も日々増えるし、私は大体知っていますが、今自分が給料で施しをしている方々を数十人います。数十人ではなく、これからは数百人、数千人でなければ、その人たちはいつも施しをしています。自分のものから施しをして、そうしていて困っていますか。いいえ、日々豊かになっています。神様が祝福してくださって、自分の維持献金も日々増えています。必ず神様は撒いた通りに刈り取るようになさるのです。信仰がないから撒かないのであって、信仰があって昔からずっと撒いてきたなら、それが積もって神様の前で祝福されるはずなのに、信仰がそれほど出ないから現実だけを見るのです。しかし愛や施しは現実を見てするのではありません。もちろんここで愛の行いとは必ずしも物質的な施しだけを意味するのではありません。施しをしても神の愛を伝え、相手が魂に幸いを得ているようにすること、自分で祝福される信仰に成長するように訪問して教えることがもっと大切です。
しかし相手が困っている時、実質的な力になれる物質や方針も決しておろそかにしてはいけないのです。ローマ 12-15 に喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいとあるように、苦しんでいる人々に心を分かち合うこと、顧みて訪問することも皆愛の実践です。私は毎週多くの生徒に会っています。数時間握手だけしても楽なことではありませんが、その中には祈りを依頼する方々がたくさんいます。家族の救いの問題、不当たりにあったり、職場を失ったり、住む家がなくなったなど、あらゆる問題を持って私のところに来ます。軽い病気から難病のような重い病気もあるし、死の直前で祈りを受けに来ることもあります。神様の前に重い罪を犯して悔い改めの霊が受けられないから苦しんでいて、取りなしの祈りを依頼することもあります。このようにさまざまな問題を持ってくるとき、私は聞いて済ますことはありません。できません。一度手を握るだけでも答えをいただけるだろうと信仰を持ってくる方々がいるので、私も握手するたびに祈り心で最善を尽くします。毎回心を尽くして祈って力の限り施しもしています。切に祈って最善を尽くして施しをしたからといって、自分はやるべきことはやったと安心していられるのではありません。年配の方々は、例えば歯の問題が多いです。それで長い間苦しんでいてもお金がなくて治療できないのです。ある方は数年間も痛みを感じながらも、それを私が知ったら聞いてみて施しをします。それで歯だけでも施しをした方が多いのですが、今度も祈りの家から帰ったら、ある方は来て、道家寺先生も痛くないからとても嬉しいですと言われて、終わりましたか、いくら払いましたかと聞いたら、いくらだったと、ちょっと足りなかっただろう、あげたのでは、もっとあげようと思いました。ある方は監獄にいるのに、そこで痛みで苦しんでいると言うから、治療費をあげなさいと。その他にもたくさんいます。それで感謝しました。子どもさんたちも感謝して、母の歯は治療するようにしてくださって、今は痛くないからとても幸せですと。このようなことだけでもかなり施しをしました。治療できるように。私は病気だった時があるから、7年間、しかも歯が痛くてよく噛んで食べられないなら辛いでしょう。生徒の問題が解決されるまでは、私の心にずっと抱いておかなければなりません。そうしないなら早くしてあげます。施しをしないならずっと心に抱いて祈らなければなりません。それで早く解決するためには、すぐ施しもして助けるべきことは助けて答えをあげるようにしなければなりません。何としてでもその方が答えを受けられるように切に求めるようになります。皆さん、こう言うからといって私も助けてくださいというのではありません。私はこのように話をする方々は、皆神様を愛して祈って聞き従って御言葉通りに生きようとしているのです。そんな方々がいると分かると、積極的に施しをします。神様を愛して御言葉通りに生きているのに、苦しみにあっている場合はそうしてあげるのです。そのように真実な心で相手を助けたかったので、結局は神の力を求めなければなりませんでした。私の力では全ての生徒を助けられないので、さらに大きな力を表すことができるように神様にすがりました。このようにして答えていただいた神の力ある技を通して、多くの方が父と主の愛を悟って神様を愛する人に変えられたのです。
もう皆さんは牧者である私の愛を悟ったのではありませんか。昔も知ってはいましたが、心で悟って今は心から聞き従う生徒になったでしょう。それで私がいなくても皆さんが教会を守ったし、祈りもやめないし、心と思いを尽くして神様を愛する人に変えられたのです。生徒の皆さん、続く本文19節に、それによって私たちは自分が真に属するものであることを知り、このように行う人々はどこに属していますか。イエス・キリストを主に属しているでしょう。そして神の御前に心を安らかにされるのですとあります。そういう方々は大胆に神の御前に出ることができます。自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でもいただくことができます。そうです、求めるものは何でもくださるのです。それで何を求めても全部答えをいただく方が大胆な方です。私たちは行いと真実を持って愛するとき、これが私たちが真理に属するものである証拠になります。自分が真理に属していると確信できるから、神の御前にも大胆に出ていけるのです。祈る時堂々とできるし、もっと完全な子供になることをしたって、力強く信仰生活をしていくように強くされることができます。また愛を真実に行うほど真理の心にさらに完全になれます。例えば神の御心にかなう施しを知ったなら、聖霊に満たされて喜びが湧きます。また施しを受ける人が幸せそうにしている姿を見て、感謝の挨拶を聞けばもっと嬉しいです。するともっと施しをしよう、周りで困っている人を探して精一杯助けてあげようと決心して、もっと熱心に施しをするようになります。心から施しをする方、愛を持って施しをする方は、その幸せがどれほど大きいでしょうか。施しをしてもとても幸せで嬉しくて感謝です。施しをすべき人にしないなら心が苦しいです。すると幸せで嬉しいのです。愛とは使えることでしょう。自分の利益を求めないで、自分が使えて利益を求めなかったから、自分も困っているのに施しをした時、知ってもらった人が幸せで嬉しくて問題が解決されて、こんなことを知っているから幸せになるのです、嬉しくて。そのような信仰と愛を持っている人でこそ誠の施しができるのです。一回だけ知ってやめるのではなく、いつも施しをする人になるのです。このように行っていくと愛はもっと深くなります。周りをあまねく顧みられる徳のある心になるし、もっと明らかに聖霊に働きかけられます。結局愛を行うほど、だんだん真理によって神の御前に心を安らかにされるのです。愛は与えるものです。与えれば出てきます。愛は汲めば汲むほど出てきます。よく湧いている泉を汲めば汲むほど湧くように、新しいきれいな水が、汲まなければよどんで時間が経つと腐ります。よく汲むとまた出ます。それで泉がいっぱいになります。愛もよく与えればもっと出てきます。もっと与えたくてもっと出てきて、そうしながら相手を幸せにしてあげるのです。続く本文20節に、たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神はあなたの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからですとあります。これは御言葉のうちにとどまっている生徒にあたる御言葉です。真理と関わりがなく罪と悪の中に生きている人は、自分の中に責められるものがいつもあるので、例えと表現する必要がありません。もちろんひどく罪と悪に染まって良心が鈍くなると、良心の呵責を感じないこともありますが、ここではそんな場合を言うのではありません。
御言葉の通りに生きようと努力している子ども、真理のうちにとどまっている子どもでも自分に責められるようなことが見つかることがあります。御言葉に照らしたら、また完全でない自分の姿を悟って心に刺されるようになるのです。まして全知全能の神様がご覧になる時、至らない姿がどんなに多いでしょうか。創造主の神様はあまりにも大きい方です。まるで手のひらを見ているように、この人の子らの心と思い行いを何もかも知っておられます。詩編139:1-4に、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。このような御言葉を読んで聞いて暗唱しました。心に留めたとしたら、一言にも気をつけるでしょう。ただ口から出てくる通りに吐き出すのではないのです。あ、言ってはいけないことを言ってしまったではなく、心に留めて、神様が聞いておられ、自分の舌をご覧になっておられます。ですから言って一言でも、ただ出てくる通りに言うのではないのです。この御言葉のように、神の御前ではどんなことも隠すことはできません。自分では悟れなかった真理でない心も、神様はすべてご存知です。それでそのようなものまでも捨てられるように、時々試練に合わせることもあります。ヨブ記の主人公ヨブがそんなケースでした。ヨブは御言葉を守って生きている正しい人でしたが、深い心の悪魔では自分で発見できませんでした。とても正しく生きていたから、困っている人がいれば施しをして、みなしごとやもめの面倒を見て、神様を恐れていつも御言葉通りに生きているつもりなので、自分の深いところの悪が発見できなかったのです。それではこのような悪を発見するにはどうすべきでしょうか。神様が試練を通して引き出してくださらなければ、発見したらすぐ捨てます。でも発見できないのです。すると試練の中で自分が発見できなくて知らなかったものを引き出して浄化させるのです。神様が用いられる器になるように試されるのです。人によって器が違います。アブラハムの器が違って、モーセ、エリア、エリシャ、エノクの器が違います。使徒のパウロ、使徒パウロ、ペトロの器が違います。その正常に合わせて父が練って、その器の通りに用いるのです。それでこれを発見して捨てることによって、ヨブはこのように神様が試練に合わせて発見して捨てることによって、完全にするように神様はサタンの訴えることを許されたのです。サタンが訴えるとき、必ずしも自分に過ちがあってではなく、過ちがないのにサタンが訴えることを許して試練に合わせます。それで大きな器になれるし、神様に用いられるような器になれるから、それでもっと完全な大きな器に作って祝福してくださるのです。このように自分では知らない心の中でさえ、神様はすべてご存知なのに、自分が知っている真理でない姿なら、さらに隠せないでしょう。生徒の方に2年3年先を見通して指摘する時があります。指摘する時は分かりません。東海都先生は、私はそんな方に生きていないのに、どうして指摘されるんだろう。それでは私の前だから、あえていいえとは言わないで、ただアーメンを受けます。
その後気になりますね。確かに指摘された意味があるはずなのに何だろうと。ところが1年2年経って、ある方は3年経って発見します。私が言ったことだから心に留めています。あの時言われたことがまさにこれだったんだと発見するのです。そのように私は2年3年先を見通して指摘する場合もあります。ほとんどはすぐ発見できるように指摘しますが、深いものを取り出すのにはもう少しかかります。私が言えばすぐアーメンと言って祈りながら発見しようとする人は早いのですが、問題は私は御言葉通りに生きているのに東海道先生は知らないで指摘なさるのか、そうじゃないのにと疑問を持つ人は発見しにくいということです。もっと時間が必要なのです。しかし間違っていない心の深いところにあるものだから私が指摘するのです。今は教えてあげても受け入れられません。その時はそんな心ではなかったから。だから疑問を持つしかなくって、幸せな心で喜んでアーメンと言えないのです。しかし歳月が経てば分かるようになるのです。例えばある人が熱心に礼拝と祈祷会と集まりに参加するなら、信仰生活を正しくしているように見えるでしょう。しかし上辺では同じように恵みに満たされているようでも、人によって内なる心は違います。その中にはまだ世に憧れる心が残っている人もいるし、主だけ仰ぎ見て天国を望みながら歩んでいる人もいるでしょう。人には分からなくても、自分は本当の内なる心を見分けることができるでしょう。見分けられないものもあります。まだ会社で働いている人の中にも、ただ神の栄光を表すために誠実に働く人がいるかと思えば、名誉と物質に対するむさぼりから働く人もいます。不当に自分に悪行を言う人と平和を追い求めたとしても、わだかまりやイライラが少しもなく相手の心に合わせてあげることもあるし、お詫びに立たなくても感情が傷ついたり憎むこともあります。自分がどちらに当たるのか人には分からなくても自分は見分けられるでしょう。しかも神様は全てを明らかにご覧になっておられます。このように完全でない姿を発見するたびに、一つ一つ心に留めて速やかに変えられるようにお願いします。それで大いなる神様の御前でも責められるところのない皆さんになりますよう、主の御名によって祈ります。私は常勤職員と主のしもべに講談でも伝えて、何かの集まりがあれば直接指摘してはいけない人には間接的に説明したりします。ところが本当に聞き従える人は、あれは私のことだと心に留めて捨てます。そうすれば発展します。しかし聞き流してしまうなら足踏みするだけなのです。私の誕生日に生徒の皆さんが祝ってくれるから、私にとっては久しぶりに祈りの家から帰ってきたから嬉しくて幸せなことだけ言いたいです。でも聖霊はそうさせないのです。久しぶりに会ったのに、また会える機会がそうないだろう。この時私が悟らせなくて指摘しないなら、いつ発展していつ信仰の岩の上に立ち御霊の歩みに入れるのか心配になるのです。それで嬉しくて幸せなことだけ言いたいのです。私がいない時に教会を守ってくださってありがたいと言えるでしょうが、それよりも私が指摘してでも責めてでも全て悟らせる話、教育の時これから霊の世界に入れる助けになる話をしようと思ったのです。二つの心が戦います。私の肉の心は幸せで楽しい話をしてあげたい。聖霊の働きは内なる心はそうでないのです。このたっとい時間を潰すとしても、今生徒たちは
霊的に成長できる役に立つ話をしなさいと内なる心は言うのです。指摘しても霊的に発展できるように、もっと成長できるように、信仰を育てられるように、罪の隔ての壁を壊せるようにしようと内なる心が決めるので、結局それに従うようになるのです。愛する生徒の皆さん、本文第1ヨハネ 3-21 と22は講談でいつも強調してきた御言葉です。答えを受けて祝福される確かな秘訣を明らかにしてくれる御言葉ですね。生徒たちが、道和先生指摘してください、聞き従います、祝福のお話をお願いします、どうすれば祝福されますかと質問する方がいます。しかし私はそんな話をすることができません。言っても役に立たないことを知っているから、今の信仰では私がしても聞き従えないのです。その信仰ではしても理解できないからしないのです。笑って他に話を変えます。受け入れる器になっていないから。祝福される話を講談でたくさんしましたが、全部聞き従ってしまったんじゃないですか、聞き流してしまったんじゃないですか。それでもどうすれば祝福されますかと言ってくだされば心に留めて行います。でもしても役に立たないことを知っているのです。それでむしろ利益になる他の話をするのです。愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができ、また求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。神様が私たちを祝福してくださる御言葉、確かに祝福してくださることを言われるときは必ず愛という字が入ります。愛する者たち、彼らは御言葉通りに生きているのです。聖書を読むと愛する者たちがあまり出てきません。ただ子供たちよです。しかしこの愛する者たちとあれば祝福です。この御言葉通りに行えばそのまま答えを受けるのです。それで愛する者たち、もし自分の心に責められなければ大胆に神の御前に出ることができとあります。御言葉通りに光の中を歩んでいる人たちは大胆です。ヨブは恐れました。恐れが結局望んだでしょう。恐れません。大胆に求めるものは何でも神からいただくことができます。なぜなら私たちが神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。すなわち神様に喜ばれることを守り行うということです。ある人は御言葉通りに生きていますが伝道はしません。 A と B がいて同じように御言葉通りに生きています。一人は烈士に伝道もして魂を救っていて、一人は御言葉通りに生きていて罪を犯しません。しかし伝道はしません。それならどちらが神様に喜ばれるでしょうか。烈士に伝道する人ではないでしょうか。このように行うとしても全部違うのです。神様に喜ばれる人、神の命令を守り、神に喜ばれることを行っているからです。愛する者たちとあるから、その次は祝福の御言葉が続くでしょう。自分の心に責められなくて大胆に神の御前に出ることができるなら、愛する者と呼ばれるに値します。死にのうちにとどまろうと努力する人も神の御前では完全ではないこともあると言いました。しかし努力し続けて清められるなら、自分の心に責められないでしょう。もちろん御霊の歩みに入って全く聖なるものとされるべきで、そこからさらに深い次元の霊の世界に絶えず激しく攻めていかなければなりません。しかし御霊の歩みに
だけ入っても不法と不義を行わないし、神に喜ばれることだけを行っているので、いつも聖霊に満たされて神の御前に大胆にいられます。このような人は何か必要なものがあれば大胆に神に求めることができ、求めるものは何でも答えられるのです。例えばお父さんがものすごい金持ちなら、子供に必要なものを買ってあげる力があります。普段からお父さんの言うことを聞いて行いが正しくて愛されている息子なら、何かが必要なら大胆に求めるでしょう。しかしいつも問題を起こして言うことを聞かないので、お父さんの心をじりじりさせた息子なら、欲しいものがあってもお父さんがくれるかくれないか確信がありません。お父さんの方でも普段から心にぴったり合わせて言うことを聞く息子には、どんな願いもすぐ聞いてあげようとします。息子を愛するだけでなく信頼できるので、求めるもの以上にあげることもあるでしょう。しかし言うことを聞かないで問題を起こす息子の願いはすぐ聞いてあげられません。例えば息子がお小遣いをくださいと言うなら、ひょっとして悪いことに使うのではと心配なので、イライラ聞くようになります。いちいち聞くようになります。息子が正当な理由を言っても、お父さんは疑ってポンと渡すことができません。霊的にも同じです。神様は天地万物を御言葉でお作りになり、人類の歴史と生死回復を司っておられます。創造主の神、全知全能の神様は愛の豊かな私たちのお父様です。神様が答えてくださろうとするなら、私たちにできることをできないことはありません。ところが神様と父と呼ぶからといって誰かが同じように答えを受けるのではありません。普段から世と共になって罪と悪の中を歩んでいたなら、心の願いがあっても神様に求めにくいでしょう。祈求の時はバラオも掴む心で祈ってみますが、答えを受ける自信がないので結局世の方法に頼ります。そうしながらも結果が良くなければ、神様はなぜ私の祈りをお聞きにならないのかと神様のせいにする愚かな人もいるのです。私は施しをする人を探していると言ってもいつも言っています。皆さんが施しをしてくださいと言うからするのではなく、私が探しています。ある家庭の話ですが、前家族の誰かが問題を起こしました。今は家族みんなが神様を愛していますが、それで負債がかなりあるのを知って、私がいくらですかと聞いたら答えないのです。私に負担をかけたくなくて、それで私が言いました。真実を言わなければ、質問に答えなければ欺いてはいけませんと。欺くはずがないですが、それでも欺きは欺きなのです。それで真実に答えてください、負債はいくらですか。知らないというのです。生活が苦しいのを知っているから、家族会議をしたそうです。今苦しみをどう打ち破るか家族と相談して、しばらくは離れて暮らそう、家賃も高いから、それに生活費と利子があるから苦しいのです。それでしばらくは離れて暮らそうと言ったら、家族の一人が、私たちは一緒に暮らそう、ここで離れてもいいの。それで離れないと結論が出たのです。解決方法はないのでしょう。それで私が、負債はいくらですかと聞いたら、知らないと。それで負債者に正確に聞いて答えてください、
負債はいくらで利子はいくらなのか、負債はいくらで利子はいくらなのか正確に聞いて私に答えなければ嘘をついてはいけないと言いました。それで全部ではありませんが施しをしました。家族の問題を起こして、家族が問題を起こして前の話です。その家族も今は信仰生活をちゃんとしていて神様を愛して、それで私が落ち着かないのです。じっとしていられないのです。それで私が解決してあげようと心に働きかけられました。それで絶対に真実に答えてくださいと言って答えを聞いてから、一部は施しをして残り3分の1は後にすると言いました。神様を愛する人々、神様が愛する家族、愛するならこのように神様がご自身で働きかけられるか、働きかかるか、私とか誰かに働きかけられて助けるようになっているのです。神様は私がこのように困っているのをご存知なのでしょうか。罪を犯すことも御言葉通りに生きていないことも光の中を歩んでいないことを知っておられるのに、いくら祈っても答えることがならないのに、抗議によってそうしながら祈っていることを知っておられるから答えることができないのです。愛する生徒の皆さん、本部の御言葉は私がいつもお願いしていることです。心に刻んで安心してくださいと、祝福の御言葉ではないですか。そして何か苦しい時には御言葉を握って祈るのです。祈れば答えが出るでしょう。自分の心に責められないし、神様を愛しているのに祈って答えをいただいていないのか、でなければ責められることがあるんだ、まだ信じないものがあるんだ、それなら悔い改めて祈らなければ、神様の前で罪の隔ての壁を壊して、そしてローマ8章の御言葉も、例えば肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の立法王に服従しません、いや服従できないのです。神様に対して反抗するのにどうして答えていただけるでしょうか。多くの人が肉の思いの中で生きています。そして神様と敵となってこのように行って話をして生きていてもわからないのです。説教ではいつもこのように教えているのです。何が肉の思いなのか、何が肉的なことなのか、これがある限り信仰の岩の上に立てないし、御霊の歩みに入れないと何度も教えました。盾を上げて肉的なことは何で、肉の思いは何だといつも教えています。生徒の皆さん、速やかに、ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と患難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、すべての病気病原菌を患いよ、下がれ、光を望め、不治の病難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなど流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患とすべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消え去れ、
転換自閉症うつ病ノイローゼなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり歩き走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものはものを言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。だけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよう。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り欺きの霊、争いを起こして惑わせる闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いを得、家庭も福音がされますように、一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢と御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心の思いをこのように奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも何、飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝いたします。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。